では続いて第6位の足立区で蛇口から下水処理水というニュースです。これは東京都は足立区内の27世帯で上水道に下水処理水を供給する事故があったと発表しました。住民から水が臭いと通報があり発覚しました。2世帯がこの水でご飯を炊いたり飲んだりしましたが、健康被害は確認されていないということです。事故の原因は都が委託した管理会社が下水処理施設で配管を誤って接続したことでした。供給されたのは塩素などで処理され健康には影響のない水でしたが、都は一時飲用中止を呼びかけました。さあ、こちらのニュースは男性 51%、 女性 49% でほぼ半数ずつで、20代の皆さんが突出して反応していますね。これ僕ね、一つ意見、下水っていうとですね、僕下水処理センター取材に行ったんですよ。で下水っていうとなんか一瞬こう本当にね、ドキッとしますよ。ドロドロした水みたいな思うじゃないですか。でもこの下水、日本の下水処理は、東京都の下水処理はすごくしっかりしてて、イオン処理とかいろいろしてて、もう最後は飲めるくらいの水になって川へ流すようになってですよ。だから健康に被害がないといったのも正しいと。ちょっとイメージするとね、なんかこうドロドロ、ね、うちはね、子供の頃ね、カナダの実家で役所の間違いで地下室が下水で漏れちゃって、2週間ぐらい家が臭かったよ。だからこういうのはやっぱそれはもろ下水の話。あれは本当にもろ下水だった。いわゆる、いろんなもの見てた感じの、いやでもこの配管のつなぎ、おっしゃるように、確かに日本の技術は高いですけれども、はい、なかなかちょっとイメージがどうなんでしょうか。そうですね、はい、今日の意識調査テーマこちらです。皆さん水道水を飲んでいますかということで、そもそもそのまま水道水を飲む、浄水器などで使用して飲む。東京の水道水はペットボトルに詰めて売れるぐらい綺麗ですよね。下水を飲料水にできるだけの技術あるけど、心理的な抵抗があるからやってないんですよ。でも なんでこんなミスが起きたかね。さあ皆さんの意識調査結果はこうなりました。水道水いかがですか。せーのドン。そのまま飲む972票、浄水器など使用855票、飲まない474票ということで、でもねやっぱり日本の水ビジネスは新興国でも売れるっていうことでインフラ売り期待されてましたが、まだいや一応本当ね、浄水場とかね、そのさっきの下水処理場とか、見学をね、すればね、結構感動しますよ。確かにそうですね。